今日は、ツイッターで見つけたコースをやっていくよ。スピランの、30秒のコースなんだぜ。まずは、ぴょんぴょんぴょんと3段ジャンプだね。あ、届かなかった。助走距離が短いから、結構ギリギリでジャンプしないとダメそうだな。ぴょん、ぴょん、ぴょん。今回はなんとか届いたな。あ、でもこれやばいかも。ネットまで届かないのか、きついな。ぴょん、ぴょん、ぴょーん。その掛け声必要なのか？どこかで、ゆっくりの実況では空白の時間はできるだけ作らない方がいいって書いてあったんだよねー。お前に必要なのは、そんな知識よりも技術だな。はい、戻ってきたよ。パウブロックをすぐに黒パックンに当てるんだな。その後は、さっきは反応できなかったけどスピンジャンプだね。あ、なんかミスった。タイムロスではあるけど、まだ諦めないで頑張ってみろよ。ここの壁ジャンプは、慌てなければそんなに難しくないね。お前のプレイを見ていると、ヒヤヒヤもんだけどな。バネを発見、これで飛べばいいのかな？直接ゴールするのはちょっときつそうだな。あ、タイムのことすっかり忘れてた。奇遇だな、私もだぜ。ぴょん、ぴょん、ビヨヨヨヨーン。ついにわけのわからない掛け声になったか。正直、自分でも言ってて恥ずかしいです。それでも言うあたりは、プロ意識ってやつがあるからなのか。違うよ、一回言うたびにうつ主にたこ焼きを持ってもらえるからなんだよ。ま、マジか、そんなにいい思いしてたのか。マリサも、言ってみれば、きっともらえるよ。そんな恥ずかしいこと、私はごめんなんだぜ。3、2、1、はい。ビヨヨヨヨヨヨーン。マリサ、頭大丈夫？病院行く？は、恥ずかしすぎて入院したい気分なんだぜ。まさかたこ焼きのためにマリサがここまでやるとは思わなかったよ。恥ずかしいから、さっさといいねして次のコースに行くんだぜ。私は巻き戻してさっきのもう一度聞こうかな。ぶっ飛ばすぞ。冷静沈着な私が叫ぶなんて、ありえません。見た感じは、普通のマリオ U のコースだな。タイトルの感じからして、きっとどこかに孔明さんがいらっしゃると思うんだよね。私も、そう思う。気をつけていけよ。あ、スター取れなかった残念。相変わらずの、下手くそプレイなんだぜ。あ、今度こそスターゲットだぜ。うっとー、気持ちいい、最高ー。キャー。忘れていた頃に孔明、盛大に叫んだな。う、ちゃんと予想通り孔明さんあったのに避けれなかった。スターで気持ちよく走っていた先に隠してあって、完全にコース作成者さんの罠にはまったな。今のはガチでハマったし、もし制作者さんがこの動画を見てくれていたらニヤリとするんじゃないかな。そして今も、実は落ちそうになりました。助かったのはたまたまです。このコースは、どうだった？あそこまで完全に引っかかると、もはや自分でも笑うしかないな。うぷ主は撮影終わった後にも裏でやって、ギャーって叫んでいました。それでは短いですがこの辺で終わります。ご視聴、ありがとうございました。ギャー。